おうしざ DH 世 B とは、オウシザの方向に存在する、オウシザディエ DH 星への周囲を公転している、褐色矮星である。おうしざ DH 世 B は、国立天文台、神戸大学、東京大学、総合研究大学院大学等のチームによる、スバル望遠鏡の CIAO を用いた観測により、2004年に発見された。この発見を示した論文は、 アーカイブで2004年11月8日に公表された。オウシザ DH セ B は主星 A から約330天文単位離れた位置を公転している、褐色 Y 星とされている。A と B の固有運動は同一で物理的に結びついていることが明らかとなった。B の近赤外線と赤い正常天体の近赤外線はそれぞれの色が一致している。 オウシザ DHCB の質量は、木星の30倍から50倍、温度は2700から2800ケルビン、表面重力は4.0から4.5と測定された。なお、2006年に公表された別の論文では、オウシザ DHCB の質量は、木星の約11倍としており、太陽系外惑星の可能性もあるとされている。二千二十年七月二十日、 オウシザ DHCB の周囲を公転しているとされる太陽系外惑星を検出したとする論文がアーカイブにて公表された。この惑星候補はオウシザ DHCBB と呼ばれ、スフィアによる直接撮像法を用いた観測で発見された。オウシザ DHCBB の質量は木星の約1倍で約320年の公転周期で主成である。 オウシザ DHCB から約10天文単位離れた位置を公転しているとされる。質量の上限は2.6木星質量である。ただし、アルマによる観測では、オウシザ DHCBB は検出されなかったため、軌道長半径は10天文単位よりも近い可能性もある。なお、オウシザ DHCBB はこの時点では確認ではなく候補段階である。 ありがとうございます。